今回はウウ使ってやっていこうと思うんだけど、今ねウウもね全体勝率地味に高いんだよな。10位だったかな。なんかでもウウね、どの環境もなんかしれーっと全体勝率高めにいる気がするんだよな。こいつはユナイト技が強いもんな。まあ、それだけでもう存在価値があるしな。で、今回ダイビングエアスラ型でやっていこうと思うんだけど、持ち物はすり抜けスプーン、こだわりメガネ、進撃メガネっていう感じでやっていこうぜ。まあ、せっかくなら、そう、今回ダイビングエアスラ型でやっていくんだけど、機動力あるからね。まあ、どうせなら積みてえな、どっかでな。こいつも進撃メガネ確か持ってたと思うんで、エナジーちょっと分け与えながら、やっていこうか。いいね、学習装置持ってくれてると、最初が早いもんな。まあ、メダルは黒緑メダルでな、やっていこうかな。ちょっとしつこいない。え、これ決まるかな？決まった。決まったけど、脱出ボタン使われたら、だいぶやばいんだよな。仕方ないな。こればっかな。私らが許せんな、ちょっとな。ボールチェンジしろ、てめえ。お前も、火力あるだろ？意外とあるよね。私らが意外と、通常攻撃の火力高いんだよな。マジか、仕留めれんかった感じか。ヤスラッシュ覚えて。地味にちょっと残ってんな。不思議花のね、体力がね、地味に残ってんのが。で、まあ、ヤスラとかで取る感じになるんだろうけど。いいね。まあ、ゼラオラもちゃんと引いてくるね。あとこれね、あれだね。ドラフトピックだね。ドラフトピックって言うんだっけ。けど結局、みんなザシアンとか EX キャラをあれするから、あんまりこう、ただなんかマッチング時間が長くなるだけな感じが、イメージがしてるんだけど、EX キャラ禁止かつドラフトの方がなんか、いやでもそれでも変わらんか。強いキャラが禁止になるだけだから、なんか言うてあんま変わらん気がするな。あとしっかりここみんなで、中央集まって取り切ってって感じでいこうか。なんか俺言い忘れてねえかな。大丈夫か。あ、そうそう。なんかね、波乗り暴風型もね、意外とね、そう、勝率結構、かもだこいつは。いいね。そう、波乗りダイビング、波乗りなんだっけ、暴風型も結構ね、意外と勝率高くてさ。うわ、これ下レーンに、1枚、2枚か。下レーン4枚揃いたいよな。そう、結構勝率高くて、あっちの方もね、割と。ゼラオラ暴れてんな。だいぶな。だいぶ暴れ狂ってる。今回、アサシンがな、あんまアサシンストライクできるか。一応、ウーもね、アサシンできないわけじゃないんだけど、あれだよな。そんななんか、一気に、がっつり落とすっていう感じではないよな。地味に地味に、ちび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 なんか削ってって、いけるって思った時に、まあ、がっつり持ってく感じな、匂いはするよな。一匹だから釣れたりしたら結構熱いんだけどな。ヤスラダイビングで突っ込んだら死にそうなんだけど、これいけるな、でもこれ。よし、いいね。いいねー。で、ここ割って、いいね、いいね。結構突っ込むタイミング完璧だったな、ストライクのな。まあ、相手の、不思議花が、上にいてくれたっていうのもだいぶでかいんだけど。よし、いいぞ。ユナイト技が溜まったな。レベルもね、今回俺悪くないんだよな。だいぶ熱いぞ。まあ、あとはしっかり上レーン行って、まあ、こんなんも後回しで、後回しでよくて、いないタツ吐きたくね、ここで。早めに入っちゃうかも。よし。やれるかな、不思議花。倒した。よし、持ってった。は？うわ、だるあいつ。あとはミリなんだけど、あと、ほんとに。持ってて、ラスト、ちょっと、ナイスいいよ。オッケーオッケーオッケー。助かった。やっぱ回復力あるからかな、やっぱな。不思議花やりきれんかったなぁ。ちょっと許せねえなぁ。まあでもユナイター強いよね。ああいう時にもう一気に攻めと守りがさ、あ、死んだかも俺。生きてる。攻めと守りが逆転すんだもんな。
し引くか俺で、しっかり持っといて食っといて、まあ、ここはいいんだけどさ、引けないよなー。でもまたこれ引いたからよかったかもね、普通にね。あぶねーよく生き残ったなよく生き残ったな。さすがウーの機動力いいね。まあ、これであれだね、相手の不思議花を俺が倒せなかったのとチャラだな。俺もミリで生き残ったもんな。いいね、学習装置と一緒に行って、もうちょっと痩せ狩り夢中になってて、ゼラオラのあれ忘れてたんだけど、まあ。で、なんかでもちゃんとみんな集団戦すんだな、やっぱな。そしたレーンにマジで欲しい枚数が。マジで欲しい枚数が。いってちょっとやばいな、なんか、集合あんまり、敵の方が集合状況いいよな。いや、いないと技はけたけどな。相手もなんか一人だとな。だいぶ苦しそうなんだよな。ただ、これ、相手ユナイト技俺たちのゴールを取るのに、吐いてるから、もうここで取り切る用のユナイト技吐いちゃってもいい気もするな。ね。ちょ、ガンガン殴ろうぜ。ユナイト技があるからな、俺には。圧倒的な。会長よっしーよいいよ。まあ、もうウェレーンはね、もうね、多分ウェレーンはもう取るの無理だと思うから、だからもう諦めといて、そこはね、もうね諦めといて防衛かな。あんまここであれだよね、削られたくないよね、相手の経験値になりたくはないよな。しっかり野生狩りして、ダイビング、エアスラ強化攻撃で、まあ、順番とかあるのかな、まあ、でも適当でいい気がすんな。諦めてるいや、ストライクの爆発力やっぱとんでもないな。ストライク、ストライクのパワーなんかえぐくない。強ち、ストライク強ち、お前だけなんか別ゲしてないかな、ストライク。しかも、あ、そうだよ、ストライクって一回キルしたらさ、技の待ち時間が復活して止めれんくなるからな。でもちょっとだるいんだけど、ビクシーとか動いてないんだけど、もう。ストライクあんな頑張ってくれたのに動いてねえんだけど。59% か。じゃあ多分ストライクにユナイ、経験値譲った方がいいな。15レベルだけどな。これ譲った方がいいな。いろいろな。あとピクシーのユナイ、いやーまあピクシー動いてねえからな。ちょっとピクシー動いてないから、もうあともうユナイト技ここら辺で使ってもう取り切る感じになるんじゃねえかな。ユナイト技が大事だよな、ここな、本当に超大事。どこで吐くかだよな。なんかオーロットがタコ殴りにされてるところで吐きたいよね。それがなんかブラッキーが一人で突っ込んできたところとか。吐いちゃうか。ここら辺どう、ここら辺どう一応きついかないや、さすがにちょっときついな。さあ頑張っていこうか。ウェレンだね今回ね。で早めに9レベルになって、マシンキーメガネもね全部フルスタック詰め込んで、もう領域展開、エネルギー吸収ありなんだね、これやる。であとは、いや、これやばいな。こんだけエナジー持っちゃったら、俺ゴールつぎ込めないかもしれないな。ちょっと苦しいか。いや、マスカーニャがどっか行ってくる。マスカーニャ一匹？いいね。いなくない？なんか敵。渦潮外れたのやばいんだけど。意味がわからん、渦潮外すのは。さあ、ヤスラ覚えて。いいね。マジか。え、カビゴン取った。いいね、いいね。カビゴンが取ってくれてるんだったら、まあ。いいね。よし、危ねえ。なんか思ったより強化攻撃、強化攻撃の火力出てないんだよな。思ったよりな。
まあでも2回も積んだし、もう5レベルになってるし、渦潮があんのが今回でかいな。適当にそこから取れるからさ、普通に。ここからね、ちょっと遅すぎたかも。取れた。敵がでも強えからな、なんか。成長しきったらさ、もう少し素直に多分引いた方がいい。これ絶対無理。絶対無理だから、素直に引かないと、やられちまうからな。ちゃんと引いていくわ、こっから。そんなにね、機動力あるけど、やばいからな。硬くはないからな。で、火力もまあ、めちゃくちゃあるってわけじゃないと思うから、ちゃんとね、やれそうな時は、詰めるけど、リスク管理ちゃんとしていこう。で、中央に、あ、でもカビゴン来てくれてんのか。いいね、助かるね。いいね。ダイビング覚えて。カビゴンが。ワンチャンあれやれ、ワンチャン倒せるんじゃない、あれ思ったけど、ね。よし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 。絶対持っていく。ミライドンはなんかもうね、気に食わんからな。EX キャラ。EX キャラもね、ちょっと許せねえよな。だから倒すよね。ダイビング使うか、一回だけ。ちょっとスタック一応貯めたりはしたいから。だ。いいねー。ナイス。いいよ。逃げてるマスカーニャ。やばすぎ。マスカーニャ倒せんかった、もしかして。倒せてないか。やっぱミライドン、嫌だねー。でもね、今回の、あ、ナイスナイスナイス。別に俺そんなに、はい、いいね。しっかり。そう、敵をいじめる性能はね、敵いじめる性能はあるからな。結構高いから、めちゃくちゃいじめ倒していこう。にやられても結構ムカつくよね。え、今回どっちの霊も取れそうでなんかいいな。いいな。稲妻ドライブじゃないのがすげえありがたい。助かるわ。で、ユナイターズが溜まったんで、どっかで。相手でも吐くまでもない気がするんだけど、今回。よし、ナイス、いいよ。いいね。はははは。相手集団戦ができてねえもんな。なんか、少ない人数で割とやり合ってっから。それがちょっと助かるよな。しかもここもね、なんか取りに来てなかったりするもんな。めっちゃ集まってきてるけど、どうなんだろう。こいつも諦めてるわ。こいつ諦めてるわ、もはや。もうここで送っとこ。お前ミライドン使ってさ、諦めてんじゃねえよな。まあザシアンいるの見えてるんで、領域展開するわ。ここも倒したんじゃねえ、今の。いいね。飛んでこないか。飛んできてくれたらな、だいぶ助かるんだけど。ま、さすがにこれ勝ちかな、もうな。わ、でもマスカーニャの影分身やっぱ強いな。強いな、なんか。だるいな。結構、ね。スキル吐かされるもんな。しかも普通に硬いからな。影分身ってわかるまでが。あ、技打ったよね、今ね。あー、先に強化攻撃打てばよかったな。な。先に打てばよかった。そしたら多分やれた気がするわ。まあ、あとは、ゾロアークが来るかわかんないけど。なんか、捨てゲース率多いね、なんかね。相当、なんかストレス溜まってんだろうな。まあ、このゲーム結構ストレス溜まったりするもんな。なかなかな。ただ、ミライドンで捨てゲーはな、良くない気がするな。なんでザシアン助けてって言ってんの。ミライドンで捨てゲーはな、何使ってもダメそうじゃんね。技間違え、あ、待って。結構キル回収されてない、大丈夫？
ける？ちょっと痛いな、結構痛かった。ただもうエアスラがミライトのやばいとこいるんだけど結構エアスラがね、もう溜まってるから敵諦めてないんだろうな。でもな、あれしてこないってことはなんだっけ、降参ボタンを押してこないってことはつまりまだ敵諦めてないってことでしょう。これは正面からぶつかるしかねえな。いやもうあいつは無視でいい、マジで全然ゾロワークねむずいんだよな。そうなんだよな、少しでもコンボが途切れるとな大変なことになるしな。でまあダイビングアップグレードしたらどうなるんだっけな。待って俺経験値見つけたわ、そこに経験値いるわこれ倒して13レベルになるか。俺もなんか技打ってる、やめて一丁前に。ちゃんとちゃんと戦いはするんだな、ちゃんとな、ちゃんと戦いはするんだろうね。ちょっと上レーンのこれレジェレキ送り込んだらどうなるん、送り込めるかな、どうだろうな。てかウで倒せるか、いやエアスラあるからいけそうだな、いけそうだな、エアスラあるんだったら。だから基本的にはなんか特攻キャラって一人でレジェレキあんま殴れたりしないイメージがあるんだけど、うわっ諦めてないってことねえ、どうしたの急に。基盤そういう作戦、もしかしてそういう作戦なのかい。実はいいね。あれだわ、メタルクロー型だこいつ、やばい、領域展開でしょ、これも。まあ仕方ないか、よし倒した、いいね。エアスラッシュのさ、このあれいいよね、真空の刃、これ気持ちいいよね。なんか結構ドスの効いた音がすんだよな、めっちゃ痛そう。ミライドン、なんかミライドン途中から息吹き返したね。俺たちのゴールにいた時にね、なんかね、心は死んでなかったってこと？今回は、まあ、でも、編成悪くないか。ま、ちゃんとタンクいてアサシン、タンクとアサシンがいてくれたらなんかもう、だいぶ楽だよな。アサシンしてくれなかったらそれはもう、どうしようね。それはもう仕方ないね。アサシンしてくれなかったらな。めちゃ集合って言ってるな。なんだろうな。いた、ちょっとフェザーダンスでさ、フェザーダンスで嫌がらせするわけよ。でも相手のさ、ミユがさ、いや、ガルドかー。いいね、フェザーダンス打っていいよ。よーし、ナイス、いいね助かったよし、危ねえ、びっくりした。あ、それ死んだかも俺。まあ仕方ないね、3回詰め2キルして3回詰めたらな、だいぶもう仕事しただろう。あとやつらちょっと地味に使いながらね、上レーン駆け上がっていこう。どうだろうね、アブソルに対して強気だな、マジですげえ強気だな。そんな強気でくる、いいね、いいよ。あとしっかり進撃メガネ積んでいこうか。で来ないもんな、ちょ1ポイントずつやっていこうかせっかくだしね。いやこれね、ちょっとリスキーなんだけど、これ積んどくとさ、あれなんだよな、これもしかして来る、これ。まあ、6回積めるんだよな。でも5回で死なない、5回で止めといて死なないのが一番良かったかもしれない。
まあまあいいや、そこはな。どうしよっかな、真ん中か。中央行こう、中央。こっから、あー、いや、でもなんかまあ、中央でいい気がすんな。いいね。よし、ナイス。いるね、多分。いいよ。まだ味方に決めさせといて。あれ？いるよね、やっぱ。そうだよね。よし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 。いや、今回ね、だいぶレベル高く育ってるから、結構、無双できるかもしれない。ただ、エアスラッシュって、強化するまではね、あれないよな、フーパー学習装置持ってないのか。近づいたらなんか、あれだな。横取りするみたいになっちゃってなんか嫌だな、それはな。カイリュウがこんな感じ。いや、それで仕留めて。いいよ。いいね。まあ、でも、フーパーと一緒だったら殴り切れるかな、多分。多分、殴り切れてる気がするわ。これやっぱ、技が溜まってないからな。オッケーオッケーオッケー。いいよ。あと、下レーンに、間に合うかな。割られちゃったか。それは仕方ねえや。割られちまったら仕方ねえけど。ガルドが一人上にいて、いや、でもみんなも殴って、デジアイス殴ってくるかな。まあ、死にたくはないよな、あんまりな。もうこっから俺も。めっちゃ来るな、あいつら。ユナイト技もちょっと、結構いい感じのところで吐きたいっていうのがあって。はい、完璧。はい、完璧。気持ちいいな。ユナイト技どっかで吐きたいんだよな。敵がまだ来てなさそうなんで、もうしっかりここで、途中決めといて。入っちゃうか、これも。はい、お疲れ様です。よし、回っちゃうわ、これも。OK。いや、あとちょっと。やっぶねえ。あぶねえ。いや、底力見たな、ううの。そうなんだよな、アサシンできないこともないんだけど、そんな純アサシンではないからな。ちょっと危ないんだよな、やりきるのは。やりきれるかって聞かれたら、ちょっと。え、なんか回復しね。危ねえ。いいね、今回俺このチームのエースしてない、ううで。いいね。あ、木の実食わんくてよかったかもな、もしかしたら。いないと思ってる気がする、あいつ。で、かわしといて。かわした？かわしたね。痛え。痛えな。ちょっと、アブソルにも来てほしいな、上レンな。まあ、でも、飛べるか、一応な。リザードまだ少しだしね、ナイス先生、いいね。ユナイト技が溜まってるから、上レンで吐けたら、結構あっちいかな。まあ、先に上レーンやるか。下よりもな。先に上終わらそう。レジ歴送り込んでる間に、下とか取れたら結構助かるんだけど。もう一丁。よし、完璧。ユナイト吐いちゃおうっと。仕留めれるかな。いや、もうこれもう2匹。1、2交換でもう十分でしょ。結構、結構ね、あれだね。ミライドンやっぱ怖いね。ワンチャンね、パワーあるもんな。ミライドンで、チクチクされたな。いや、もうアブソルに任せるしかない気がするんだけど。アブソルと一緒にミライドンやれたら、いいな。そうだな。それも13レベルになっとこ。今回なんかレベル結構高めだよな。ちゃんと、キルができてるからかな。まあもう経験値そんないらんかな、もう。そうだな。まあ、14レベルになれたら、いいんだろうけど、なんか喧嘩してるわ。今日まともな試合、あぶね。機動力あるか、かわせはするんだけど。
マジしんどいぞ、ほら、お前ら。牽制って喧嘩してるから。ちょっと待って。ねえ、なんか、雲行き怪しくなってきたんだけど、大丈夫そう？雲行きが怪しいんだけど、俺も経験値もうバチコリ食うわ、もう。ワンチャン14目指すわ、もう、もはや。え、マジか、なんか怪しくなってきたな。注目、注目。すごいことになってるね。同じ白っぽい色してんだからね、仲良くしなよ、マジで。仲良くしてくれんと困っちゃう、俺。仲良くしてくれんと困っちゃう。待って、ミユやばい、上。飛べるかな？ははは。横取り設定狙ってるから、横取り設定。ナイス、いいね。あ、それはくれるんだね。それはくれるんだね。いいよね、でもここでなんかあんまり、いや、まずいよね、だいぶね、ちょっとまずいよな。まあフーパーのユナイトと俺のユナイト合わせて打ったりして、なんかこういろいろしたいよね。ねえ、待って、真ん中寄れねえんだけど、リザードにいたから、なんかあの終わった